どうも、はい、ありがとうございます。品川駅で新幹線乗るんですけど、駅弁も美味しいんですが、この品川駅の上にはスーパーがありまして、スーパーの弁当を買っていこうと思います。というわけで新幹線飯シリーズなんですけど、結構改札の中のね、キオスク的なところで駅弁買ったりとか、まあ、自分でお弁当作って、持って行ったりすることが多いんですけど、たまにですね、この品川駅のこの上にスーパーあるんですよ。今ドーナツとか持ってたんですけど、このお惣菜売り場がね、このスーパーで、なんていうスーパーやったっけ、なんかちょっといいスーパーですよね。お惣菜コーナーがもうすんごいなんか充実してるんで、ちょっとねここでねたまに買ったりするんですが、割とね駅弁買うよりもちょっと安く抑えられたりもして、しかも豊富な品揃えなんで、なんかこういうカレーとかカツカレーとかね、こういうのハンバーグとナポリタン、おかずのみのやつとか、あと普通にこのね塚弁って塚本農場でしたっけ、あそこの弁当であるとか、なんかいろいろ売ってるんですよ。でこういうので、前とかやったらなんか冷やし担々麺プラスコロッケみたいな感じで買ったりとか、こう自由度があるというかね、いろいろ選べるんですよね。でこう中華があったり和食があったり、なんかね麺類あったり、いろいろあるんで、この辺なんかはこうタイのあれです、生春巻きとかね売ってますしね、いろいろ売ってるんですよ。もちろん甘いものもねスーパーですから売ってますから、何でも買えるっていう、本当に品川の駅の真上なんで。これパスタですね。何を買ったらいいかもう迷うんですよ。うどんもあるというね、うどん冷やし中華、あちょっとウーバーイーツ来ました。一旦ナレーション止めます。はい、復帰いたしました。王将いただきました。でですね、そうそう、この辺もね、盛岡冷麺とかね、麺類だけでもいっぱいあるし、お寿司もあるんですよ。海鮮丼的なやつもねあるし、ほんでこれ新幹線乗りに来てますから、永遠に迷ってるわけにもいかないっていうね、時間が迫る中、こっちまあこれ朝、10時ぐらいかな、10時11時ぐらいなんですけど、その午前中からこのハンバーグとナポリタン、ハンバーグとナポリタン行きましたよ。胃袋がわんぱくです、私まだまだ。でこれがね、ポテなんか山椒山わさびのポテトサラダ、これも魅力的やったんで、ポテサラと、まあ、炭水化物はナポリタン。ご利用ですか？あ、お願いします。ID で2品で930円ぐらいでしたね。最近の弁当も駅弁はもう1000円とかすぐ超えてくるんで、割と安く買えたんじゃないかと思います。さて新幹線乗り込んでいきます。確か11時37分発の新幹線ですかね。いや、あ、そっか、そうです。さあナポリタン行きます。結構ねやっぱりこれお盆とかが始まってりかけてたんかな、ちょっとわからないですけど混んでましたね。大阪着きました。またこれね、大阪駅もどえらい人なんですよ。やっぱ観光のね、海外の方も増えてきます。38度やばない、やばない。タクシー乗り場もすんごい混んでます。さあそしてこの番組ですね、夕方の3時間の生放送なんですけど、その間にですね、まあ、6時ぐらいやったかな、30分ぐらい休憩の時間があるんで、その間にいつもですねこのナポリタンを、本日2回目のナポリタンいただきます。このナポリタン結構美味しいのよ。あ、そうなんですか。そう、しかも粉チーズをこんなにたくさんくれるから、これを山ほどかけたいね、これは。うわ、大人の贅沢ですね。そうですよ。これも一本使い切ってしまうぐらい、いつも。最高だ。なんかスタジオとかで美味しいもんとか部位見るやんか、はい、お腹減ってたまらへんくなるんだよね。確かに。小山くんはなんかいつも
ピラフとかチャーハンとかなんか食ってんの。ああ、そうなんですね。あのピラフあります。うん。エビピラフ、魚ピラフ。ほんまこれ玉ねぎと椎茸が本当は入ってんだけど。はい。ちょっと抜いてもらってんね。ああ。めちゃくちゃ安い。え、その量で490円ですよ。うん。嘘でしょ。安いのよ。東京だったら全然1000円以上しますね、それ。まあまあ、局の社食的な意味合いもあるからね。ああ。大阪のナポリタンが全てそうではないんだけど。渋滞45キロ、やばいな。前乗り。俺、あと前乗り、ちょっとできへんから。あ、決めとか、うん。え、当日に。うん。食べれるのってめっちゃテンション上がりますね。うん、テンション上がる。昔から楽屋に電子レンジつけてほしいなと思ってるんですよ。いや、俺もずっと思ってるねん、それ。あ、いや、思いますよね。ずっと思って、ほんまお弁当あったかかったら全然違うもん。テンションあれだから、俺結構何回かスタッフさんとかに電子レンジって置けないもんなんですかねって聞いたことあんねんけど、はい、なんか分からん、なんかもしかしたらいろんなルール上できへんのかもしれんけど、なんかな、電子レンジコーナー作っといてくれたらめちゃくちゃええねんけどな、はい、近くにあるだけでも全然違うのにな。じゃあそれこそさんまさんとか松本さんとかが言うてくれたら変わるんじゃん。全曲が動く、うん、いやほんまなんか大御所の人がやっぱり言ってくれんとなかなかな。あ、弁当高いだけで全然気持ち違いますもんね、うん、味も全然違う。やっぱお肉とかさ、はい、やっぱ絶対冷えて油固まってるお肉と、はい、あったかいの全然違うからな。たまになんか運びたてでなんか若干あったかいなっていう時とかだけでも嬉しいですもんね、うん、スタッフさんも絶対そんな方がいいと思うんだけどな。なんかあんのかな、電子レンジを。まあでも各部屋に置いたらまあブレーカーとか上がっちゃうからか、ね、うん、まだ各部屋は別に置かなくてええやん。電子レンジコーナーがあったらいいわけやん。確かにこの廊下とか、うん、ちょっと30秒電子レンジかけるだけで全然違うやん。はい、なんか、ああそれでかみたいな置けへん理由あるかもな。なんか、まあ、前まではまあちょっとなんかコロナとかであるかもしれないですけど、むしろなんで今までなかったんだろうって思ったんですよね。いや、そうやねん。ちょこちょこそういう声は多分あったはずやねん。はい。俺らが思ってるぐらいやから。はい。でも、